は一つ。長らく途絶えていた鹿児島の伝統工芸品薩摩牡丹を現代に復活させ、再び光を当てる室田志保、匠の蔵。ここにいる元気なヤギたちは室田さんのヤギ。私はアトリエから癒しとして見て、管理はうちの主人がしてます。そうですか。夫はアトリエの近くで黒毛和牛の牧場を経営、室田は自然の中に身を置くことでその想像の世界を広げている。自然豊かなゆえに迷い込んでくる虫であるとか、そこら辺をうろうろする野生の動物であるとかも、実際目にして描くのと目にして描かないのとはやっぱりだいぶ違いがあるので、で実際こういう虫のモチーフみたいなこともありがたいことに、はい、モチーフには困ってないです、はい、あ、そう、私のこうアリも自然のものですよ ね、 本当にお似合いです。その名もアリ行列。次男が通う幼稚園バスの出迎え場所の神社でヒントを得た作品だ。こちらは室田さんの母校ということで恩師の先生、柳谷夏恵先生です。学生時代の室田さんってどんな感じだったんでしょう。染色とかってとても面倒くさい技法を使って表現する分野ですから、大抵の学生はちょっと嫌がるんですね、面倒くさい、で彼女はその面倒くさいその仕事の工程を楽しむというか。短大卒業後も柳田にはずっと室田を見守っている。もともと彼女の中にはとてもユーモアのあるポップな感じのそういう感覚がありますので、伝統的なものと自分の中にある、まあ、新しいものと合体したようなそういう作品もたくさん面白いものを作ってるような気がします。